皆さんこんにちは。東京レンタルスクールの岡田です。本日の講義はですね、公衆衛生学、こちら特定健康診査、特定保健指導、そしてメタボリックシンドロームの、かかりについて、講義します。こちらのですね、試験範囲は、こちら基準値ですよね。こちらがですね、まあ、試験によく出ます。こちら試験ではですね、この基準値を覚えるということに、具体的にはなるんですけども、一点気をつけないといけないのが、この特定健康診査、保健指導とメタボリックシンドローム、こちらですね、ほとんど似てる数値なんですけども、実際には別の基準なんですね。それをまずしっかり理解しないと試験に間違えてしまいます。本日はですね、もう試験対策という講義です。なので実際にはですね、細かい、例えばですね、こちら基準とか、方法もですねあるんですけど、あくまで試験がですね解けるような、ほとんどの、基礎的な問題解けるような内容を、お話しします。こちら特定健康診査保健指導はですね、法律は高齢者の医療の確保に関する法律です。こちらですね、実施は医療保険者ですね。そして対象はですね、これよく皆さん間違えてしまうんですね。対象はですね、75以上って皆さん間違えてしまうんですけども、こちら対象はですね、40歳以上ですね。そして74歳の被保険者ですね、まあ扶養者も含むんですが、40歳以上ということです。これをよく皆さん間違えてしまいますので覚えてください。そしてですね、今回試験に解きやすいようにですね、まあ、こちら、列挙してみました。まずお腹周りですね。お腹周り、男性が85センチ以上、女性が90センチです。こちらはですね、気をつけないといけないのは、メタボ検診ではなくてですね、特定健康診査保健指導では、こちらマイナスの場合にはですね、PMI もですね、用いますね。そしてですね、空腹時血糖、これが一番試験で間違いやすいんです。これはですね、特定健康診査保健指導は 100mg 以上なんですね。100なんですね。基準値が100 でメタボリックシンドロームが110なんです。これがよく試験で一番皆さん間違えるところですね。メタボの方がですね、基準値が高いんですね。こちら特定健康診査保健指導は、こちら 100g 以上、またはですね、ヘモグロビンの数値も使うことができます。こちら中性脂肪はですね、こちら150以上ですね。これ結構皆さん言ってしまう人いると思うんですね。まあ私なんかも測ったら300とか400とかあったんで、結構皆さんこれは言ってしまう人もいるんですけど、それで HDL コレステロールはですね、こちら40未満です。ミリグラム未満ですね。この HDL はですね、善玉コレステロールとも言われますね。そのため多い方が、まあ基本的に常識の範囲で多い方がいいわけなんですけど、少ないと良くないということですね。そして血圧です。血圧もですね、よく皆さん間違えてしまうんですね。こちら上が130、下が85なんですね。以上ですね。ただこれはまたなんですね。またはということは、どちらか一方ということですね。それがよく間違います。そしてですね、最後に、メタボリックシンドロームではですね、ないんですけども、特定健康診査保健指導ではこちら喫煙歴があるんです。このようにですね、かなりまあ基本的には同じような基準なんですね。それで試験でですね、よく本当に先ほども申しましたけども、よく出るのがですね、特定健康診査保健指導はこちら100なんですね。血糖値、メタボは110。そしてですね、こちら特定健康診査保健指導はですね、こちらお腹周りいかない場合でも BMI か、それかですね、血糖値はヘモグロビン A1C、そしてですね、喫煙歴ですね、こちらカウントが対応になった場合は喫煙歴も効くということをしっかり覚えてください。こちらの範囲はですね、まあ、かなり細かく出た場合というのは皆さんなかなかできないんですね。そのためこのしっかりですね、基準値、中性脂肪の基準値150とか HDL40 とか、そして先ほどの特定健康診査であれば100の血糖値、メタボであれば110、また特定健康診査であれば喫煙歴を、こちらカウントによっては聞くということですね。これをしっかり、ポイントを押さえてみてください。またですね、公衆衛生はですね、まあここの値なんかは比較的変わりにくいかもしれないですけども、時代によってですね変化したりもしますので、もし最新のですねものと違う場合などはですね、ご確認をいただければと思います。東京レンタルスクールでは1年生から6年生の定期試験、 CBT 国家試験、そしてマンツーマン個別指導で、対策を行っています。全国からおいでいただいたり、マンツーマンのオンラインを用いてですね、定期試験や CBT 国家試験の対策も行っています。
またですね、執筆させていただきました鹿ナビという書籍ですね、こちら最新版ご確認いただければと思うんですが、こちらは全国書店、オンライン書店などで発売されですね、カテゴリー1もいただいたことがあります。しっかり皆さん勉強してですね、また何かあれば、ご相談いただければと思います。東京レンタルスクール岡田でした。